そうって言われたんです。で、その単行輪っていうのが面白くて、それが俗称で、その、みかんさん、その教則のことを単行って言ってたんです。で、あ、それはすごく面白いじゃないかっていうので、このイベントのタイトルになってます。単行輪って。ただ、明日の人が単行輪を作るっていうと、これのことなんです。竹かごのことですね。本当は違うんですけど、この竹かごのことを単行輪って言ってて。確か、元の名前と今みんなが言ってるのは違うってことなんですか。まあそうですね。厳密だと微妙に違うんだけど、まあ、大体単行輪作りっていうとこれ。これ、イベントごとに何個くらい作るんですか。そうですね。基本100個。毎年新しくしてる。古いやつを成長部で。でも結構手間かかりそうですよね。手間はね、まあかかりますけどね。そのここでなんかみんなとおしゃべりをしながら、あの感じですね。念仏はね、念仏踊り今日やってますよ。ここで神谷っていうところでライブ配信で見れます。はい。5日の日に来ました、はい、ここで今日が10日でしょ、はい、本場のこの山の上に綾戸っていうところに平昌寺があって、はい、でその平昌寺の迎え盆が10日送り盆が15日、今日この六つ目かごっていうこの六角形が詰まってるんですけど、このどんなカゴでもこのまずこの六角形、これっていうのが、ここなんです。今その真ん中のここを作ったんです。ここからこのこういう風にしてこう下ろしてって、面白い。すごいビールサーバーがビールサーバーはビール飲みながら作る酒屋さんが、そうですね、はい、面白いこれを久しぶりに見ました。ねえ、私もこのセミが捕まってる、どっかセミ捕まってる。一個作るのはどのくらい時間かかるんですか。普通のあれだと20分ぐらいですね。ああ、僕がやることですね。見た目にはどうだろう。1時間ぐらいかかるのかな、そうだね。小学生に2、3段編んだところからやらせてもう1時間ぐらいかな。アスケの単行輪のすごいのは、この竹もアスケの竹で、そのこの標則はシルバー人材センターが作るし、あの巻いてある和紙はアスケ屋敷の和紙なんです。で作るのは我々じゃないですか。あれ、和紙がどこでしたっけ。アスケ屋敷っていうところがあって、はい、でそこで空いてる和紙なんです。あ、じゃあアスケでも昔から和紙が作られてたんですか。昔から作っていて、だからその材料から作るまでを全部アスケでできるっていう、そんなところは日本全国探してもどこにもなくて、今はどっきの時代でってことですか。そうですそうです、はい、ほらほら、サクダメだ、音がいいんだよ、いいよ、僕ら楽しいんだよ、ラジコ。そっか、動いてるよ。今年でも100個ぐらい作りましたから。あやとには行かないんですか。なんとなく今日たまたま来たっていうか、たまたまっていうか、アスケに行こうと思って来たけど、タンコロリン多分あるだろうっていう感じで、来た感じで、
でも10日なんで結構静かだなと思いながら。そっか。遠い遠い。あやど。そう15日ねまだ空いてるみたいなんで、もしあったら行かれるといいですよ。うん、やっぱりねあのすごくあの山里のその祈りみたいな、うん、そういうあの本当に素朴な祭りなので。本当に先祖様が帰ってきてそうな感じの。鐘の音とお経しか聞こえないの。音楽ね。音楽なしで。なし。歌しか。確かに。地声しか。20人か25、6人の男衆が、薄い浴衣1枚で、鐘と歌だけで、念仏だけで。うん。何人くらいで踊ってるんですか。あ、盆踊りは、結構増えるけど、女衆も入るから。だけど、念仏行列は20人から30人もいないんじゃないかな。もともとそんなにあの人格があるわけじゃないし。そこに住んでる人たちだけでやってるってこと。もちろん。取材とかじゃないですか。じゃないです。ありがとうございました。あ、でも